温泉で温まったおかげでタオル一枚でも寒くないわね。だからってこの格好でうろつくわけにはいかないけど、関係が深まったからって見られたくないものはあるのよ。女心は複雑なんだから。一緒に温泉に行く関係、なんかドキドキしちゃうわね。次に行くときは誰と一緒がいいかしら。温泉旅館といえばやっぱり殺人事件ですよね。名探偵から可憐な被害者、怪しい犯人まで演じきります。人間さん、見てください。浴衣姿、どうでしょうか。似合いますか。人間さんとお忍びで温泉旅行とか憧れます。こっそり旅行するのって普通に来るより特別感があってドキドキしちゃいますよね。設計ミスなんかじゃないよ、ただの事故だってば。人間さんってば、脱衣所に覗き穴なんてあちし作ってないよ。匂うわね。温泉？いいえ、事件の匂いよ。どうせ混浴に変な期待しちゃってるんでしょ。お見通しよ。次に来るときは、そうね、あなたと二人っていうのも一つの選択肢ね。体をよく温めれば自然と睡眠が促進される。朝食の時間になっても起床できなかったことにはきちんとした論拠がある。お湯に入る以外の温泉地の楽しみ方を募集。人間、何か知らない？答えて。案内もしてもらわないとたどり着けない。予想していたよりも温泉はいい場所だった。アリアもお湯に沈めよう。疲労が見られる。日頃の働きへの私なりの感謝。